100装填してみるかい。もっともっといく。もう別にいいけどね。まあでも多分 TNT 詰めれば詰めるほど飛ぶから、おそらく。でもそんなに大きくは変わんないような気がしないでもないけど、どうだろう。お、やべ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 、お、やべ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 。何個くらい、3倍ぐらいいくか、さっきのじゃ。一応でも雲は超えてたもんね。トラップタワーぐらい行ってたんかな。トラップタワーもっと高いか。うん、あれが250ぐらい高さだったような気がする。あ、同じぐらい飛んでるよね多分。マイクラに宇宙かどうか分かんないけど、一応高度1万ぐらいまではいけるみたいよ。宇宙まで来てよ、おらよ。いや、俺が伝説なんだよ、見とけ。よし、くそ、やべ、金のリンゴ持ってくるの忘れた。さっきって体力どうだった？そういえば見てなかったんだけど。あ、減ってなかった。あ、じゃあっていうことはあれなんかな、即死じゃない限りはダメージ食らわないってことかな。次ゆっくり降りたいな。ゆっくり降りたい。ゆっくり飛んで周り見たいね。低速落下ポーションちょっと作ってみたいな。低速落下ポートツアーだ。どうやって作るの？作り方わかんない。調べよう調べよう。低速落下ポーションの作戦。ファントムの被膜？ファントムに出会ったことないんだが。ファントムを出すと確率でドロップ。マジ？放置？60分も待たなきゃいけないの？1日って20分もかかってたっけこれ、このゲーム。マジ？ピースルだと湧かない？あ、じゃあとりあえず変えますか。剣で倒しちゃうよね。ドロップ率が上がってる武器で倒した方がいいよね。こっそりフォールガイズやるか。こっそりフォールガイズやるかじゃん。だいたい今から1時間ぐらいじゃん。あ、もう来てんじゃないの？まだかな。見当たらんな。明日かな。次の日かな。あ、今いなかったよ。今なんか前通り過ぎだった。何かが。気のせいか。何をそんな、なんだこいつ。なんでそんなビビってんだ。なんでそんなビビってんの。あ、線路越えられない。ダッサ。いや、来ないな。やっぱ次の日かな。待つか、もうちょい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今忙しいから。ちょっとやめてよ、こんなとこに穴開けないで。あ、卵ガチャ、今のうちに卵ガチャやっとく。もうよし、じゃあちょっと待ってる時間がかかるんで、先に卵ガチャやっちゃいましょう。まあ今日は2とかが多いのかな。3、めちゃくちゃ3多いね。今日3多いね。3だ。今日は3だ。みんな今日は3なんだ。なるほどね。いいでしょう。まあでも今日はね、早めに解決してるから。TNT ロケットね、ロケット TNT ジャンプ作ってるからね、早めに。なら結構得がスピーディーに溜まってんじゃないか。いきますよ。おい、あ、4で1 5で2。今日はちょっと3超えるな、こりゃペースやばいぞ今日。おい、6で 3？ 狂ってんじゃないの ?3 に入れちゃった人たち。もう、うわ、3超えちゃう思ってんじゃないの。4?4 来ましたよ。5を出したら僕の一人勝ちですからね。5を出したら僕の一人勝ち。今日はやっちゃうよみんな。やっぱ得溜まってたんだな。今日はこんな早い時間から始めて偉いね、ティモちゃん。言ってるわ、神は。スーパー TNT アタックということでね、今日は、4と。お、素晴らしいですね。久々に出ました、卵ガチャで4。結構結構レアケース。おめでとうございます。4に投票した皆様、明日きっといいことがあったら
それはガチャが当たったからです。いいことが起こったらそれは全部ガチャが当たったからっていうことにします。あるよ、四つ子あるよ。すげえ確率低いからマジで 0.00 何パーとかなんかそんなかもしれない、もしかしたらそのぐらいのやばい確率で出ますよ。え、出てた、え今出てま、え出てないっしょ、え 嘘つくなよ、おいおい、四つ子だった、え最後、え3回目、嘘、またそうやってみんなそんな出るわけないじゃん、四つ子なんて死ぬほど確率低いわ。あれ7匹とか出てたらだってもうそれもう世界最大じゃん、それも俺の一人勝ちどころの話じゃないじゃん、もう圧勝じゃん、もう圧勝。こいつまたどうせ、なんでお前超えてくんだよ、おかしいだろおい。あれちょっとファントム出なくね、じゃファントム出ないんだけど、いた、あったあったあった、おいおいおい、ヒア持ってんのかあいつ、やっフレーム、やっべ、あいつフレーム付きの指持ってる、じゃファントムいないんだけど、あいた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 、これやこれこれ、お前ちょっと、あ、お前アイテム盗む、おいおいお前ら、おい俺と来い、おいおらよ、おら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 、出た出た、で出ました、いた、出ましたよファントムの飛膜、おらよ、えこれ1個でいい、1個でいい、どんだけ長いのこれ、ここまでたどり着くのにフォールガイズ挟んどんねんこっちは。四つ子だった、マジ、やっぱ四つ子だからファントムの飛膜も出るわな、ファントムの飛膜の方が圧倒的に高い、わあ本当にいた、いやすごいな、じゃあ、えじゃあ7じゃん、それまでも相当運良かったからね、バンバン出てたから、もう絶対超えられないやつじゃん、7は出ちまったか、とうとう卵ガチャの境地、最大叩き出した、最大バカしろ、バカして雲やれ、ちょ、なんなん、お前ら、お前らはいいんだよ、ファントムは、ファントム呼んでこい、ファントム、ファントム一回来たら勝手にお前 豚ちゃんの肉持つなよ、許可してないだろ、豚が来ないな、もう一回しか来てくんないのかな、ワンウェーブだけ、どこの村にいたやつだお前は、ちょ待って、やめてー、えっと、ちょっとハードモードにしたら持って出てくる、マジか、ハードモードにしたら普通に死ぬと思うんだよね。一回やってみる。早く早く早く襲ってくれ。ちょっと待って。おい、なんだこれ。おい、何これ。未知との遭遇みたいになっちゃってるからこれ。おい、浮いてるぞ、あいつ、つって。みんな見てる、みんな。おお何やったの、来ないな。え、1個で作れる、じゃあまあ、いっか。これで。これでいこう。もうこれどうせリロードするし、四つ子なかったことになるけど、まあでも場所にはいないけどさ、叩き出した事実は変わらないから別にいいよ。でまず水入りの瓶を、あれネザーウォートいるんだっけ、ネザーウォート、あそっか、まずは奇妙なポーションを作ってそれを変えるみたいな感じか。ドゥ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 、勝手にマイクラにキモい効果音をつけて嫌がらせする男で、奇妙なポーションで、ここかな、ドゥ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 、きたきた、これだ、低速落下のポーション強化、あれなんだっけ、お黄金ん、なんだっけ、金のリンゴで強化するんだっけ、あ、人参、人参か、なかなかでも聞けないよ今の効果音は、薬作る時じゃないとならないからね、この効果音は。あ、レッドストーンで効果延長、グローストーンダストで強化、火薬でスプラッシュか、そうなん、失礼しました、こうデデ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 デ、じゃあ強化するか、え、でもさ、え、落ちてくるのが遅くなんだよね、落ちてくるのが遅くなるってことはさ、大丈夫なのかなそれって、あー全部違うのにする、確かにこれでいいのかな、え、3つ入れないとやってくんないよこれ、3つ入れてくんないとドゥドゥドゥなんないよこれ、あれ低速の強化ないな、なんやなんやみんなじゃあ時間延長させればいっか、じゃあ時間伸ばそう、
ドゥ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 。よし、じゃあ行こうよ。まあ低速落下だから落ちてくるときに視点変えるわ。じゃあやっと来たね。いや長らくお待たせいたしました。約1時間20分ぶり打ち上げ行きたいと思います。あ、ちょ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 、金のリンゴ食べよう。金のリンゴ一応ね、まあ一応ね、まあ一応食っとくわ。一応わかんないから。それじゃあ皆さん久々の打ち上げ行きたいと思います。ここに来るまでにいろいろありましたね。飛んだ瞬間に爆死、不死のトーテムを持って飛んで生き返ったものの、画面が不死のトーテムの自己主張が強すぎて画面が見えなくなってよくわかんない、あと普通に飛んだ時もありました。その時の圧縮率の約3倍今回詰めさせていただきました。約100個の TNT トロッコ入れてます。あ、確かにちょっと暗くなってきちゃったな。これはこれで綺麗だけど朝の方がいいね。一回寝ますか。今回はなんと四つ子のニワトリも出てるっていうことなんで相当ついてますよ。なんで綺麗に打ち上がりしてくれるんじゃないでしょうか。金も一応食べました。低速落下ポーション飲みます。それでは行きたいと思います。5 4 3 2 1 ファイヤー。うわーうわすげえ、うわすげえ、800、ちょっとあれ、視点で見れない、視点で見れないわ。800打ち上がりました。800うわすげえ、どここれ、もうわかんない。上に打ち上がりすぎてもう太陽が近い。すげえ、ゆっくり落ちてます。徐々に落下しちゃってます。大気圏タッチしましたね、完全に。805、すごー、うわーすごい。あ、見れる見れる見れるようになった。あ、でもだあ、こうやってしか見れないか。あ、見れた、こうやって落ちていくか。うわすごい、うわーうわあ、すごーい、すごーい、やったー。はい、ふい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 、喜びのジャンプもふいふい。すごー、800上がりました。まあちょっとね、今回はね環境的にちょっとピースフルでねやってトライっていう感じだったんですけど、ちょっと装備がね弱小すぎて、すごい飛びましたね。え、大成功じゃない。大成功じゃのう。北の衆。大成功じゃのう。嬉しかった。できたよ、TNT ジャンプ、みんな。いや、いいね。これ、皆さんもちょっとぜひやってみてください、これ。これ、めちゃくちゃ簡単にね、作れたんで。じゃあ、ちょっとね、戻りますか。800飛んだらね、まあ、いいんじゃないですか。ゴーレムつないどく、え、ゴーレムってつないどけるの。リード使う、ちょっとやってみていい。ほんとだ、珍しく敵を見つけた時並みに走ってくれてる。いい、お前意外と走れんな、お前。全然リードちぎれないじゃん。もう速えな、足。強っ。ここはさすがに切れちゃうか。ちょっと、機動力高、こいつ。ゴーレムとカボチャで、作れんの。くり抜いたカボチャじゃないかダメ。ケージに鉄のブロック、あ、そうやって召喚みたいな、そんな作り方。召喚してみていいじゃん。ここはね、私のゴーレムを召喚する。こうか、こう、こう、え、こう、うわガチビビリ、ガチビビリしまった。びっくりした。でもこれいてくれるの助かるな。雪だるま、え、雪だるまも生命持ってんの。雪玉投げてくれる。それいいね、それいいね。スノーゴーレム、雪ってどうすんの。雪取ったことないかも。スコップ、シルクタッチ出たー。こうじゃない、え、
あ、スコップじゃなきゃダメ？え、シルクタッチがついたスコップじゃなきゃダメ？もしかして。あ、普通のスコップでええんや。なんだ。シルクタッチって言われたから、シルクタッチ優先したら砕け散ったわ、雪。これ固めたら、これだ。これでかぼちゃまたさっきと同じ感じでやればいいのか。それでは、一匹目のしもべを召喚する。いくぞ。どうかな。取りゃ！うわ、出た！ダークだな。意外と怖いんだけど、ちょっと普通に。かわいいね。え、かわゆ。この棒どっから来たの？棒どっから来た？棒。土の上とか歩いたら雪になる。へぇー。顔もさらにカットできる。ははは、ほんとだ。あ、こっち、これにしようかな、じゃあ。こっちの方がかわいいかも。かわいいね。この二人に、じゃあ、ちょっと警備任せますか。はい、そんなわけでね、今回は TNT ジャンプ初めて挑戦しまして、まあね、ちょっとモードピースフルでねやってしまったんでね、ちょっとずるかもしれないんですけども、一応800までね上昇することができました。まさかあんなにジャンプできるとは思いませんで、楽しかったですね。なんと間にフォールガイズをプレイするという事件も発生し、てんやわんやの TNT ジャンプでした。そして卵ガチャが、僕は見てないんですけど、実は1個の卵から4つ鶏が出ていたらしくて、最大7を叩き出すというですね、伝説を作り上げました。次回はピグリンのね、要塞を攻め込んで、あらかた遊んだ後に TNT キャノンでその要塞を破壊するというですね遊びをやりたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ぜひね、そのテロの全貌を皆さん楽しみにということで、皆様ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。またね。おやすみ。またね。